どうも、連続起業家ライオン兄さんです。誰でもセルフ年金が作れるお金の学校というテーマでチャンネルを運営しています。はい、今回のテーマなんですけども、アメリカ大統領選挙でトランプ vs バイデン、この勝利予想と株価への影響を動画に撮っていきたいと思います。はい、で今ね、2020年の10月の頭ですから、もう1ヶ月ぐらいですね、アメリカ大統領選挙を控えております。まあ、これによってね、トランプさんとバイデンさんがどちらが勝つのかっていうね、予想。でか、それから、政策ですね。政策の違いはどういった違いがあるのか。それによって、どちらが当選したら、まあ、どういうふうに金融マーケットへの影響があるのか。まあ、このあたりを見ていきたいと思います。はい。では、一つずつ見ていきたいんですけど、まず一番目、候補者の特徴ということで、ドナルド・トランプとジョー・バイデンということで、ポストはね、トランプは現大統領、そしてバイデンはオバマさんの時の前副大統領だったということですね。はい。で、政党がトランプが共和党、バイデンは民主党です。で、支持しているのが、トランプの方は高卒以下の白人とか男性であると。まあ、特にちょっとね、所得が少ない白人の方とかに支持されているということですね。それからバイデンの方はアフリカ系であったり、ラテン系であったり、大卒以上の方であったり、あと女性とか、まあ、幅広い層から支持されているということが言えます。はい。で、方針なんですけども、これはですね、トランプの方は米国第一主義、それから、まあ、規制緩和方針であるというところですね。で、バイデンの方は製造業の活性化、それから規制緩和とか、医療弱者の救済とか、そういったところを政策として、方針として挙げています。はい。では続いて見ていきたいと思います。で、2番目、政策の違いということで、まあ、特にね、上のヘルスケア、税金、環境気候問題、それから移民貿易、この項目についてはトランプとバイデンはもう全く真逆の政策をしていると、いうことですね。まずヘルスケアから見ていくと、トランプの方はオバマケア撤廃と、撤廃方針であると。で、ジョー・バイデンはオバマケアを拡充していくということで、全く逆のことをやっていきますということですね。はい。それが税金のところを見ていくと、トランプはとにかく減税をすると。減税をして、まあ、消費をね、活性化させて、まあ、経済を良くする。まあ、これがね、この政策がハマって、トランプ政権というのは株高になっていったんですけど、これによって経済が良くなって、アメリカの経済が良くなったということですね。で、対してバイデンの方は、まあ、富裕層に増税するとか、で、法人税も、現行の 21% から 28% に上げるというふうに言っているんですね。なので、まあ、この、ね、税金の面を見ると真逆の政策をしていますし、まあ、バイデンになると株価が、下がるんではないかというふうな懸念があります。はい。それから環境気候問題というところで、まあ、ここもね、トランプはどちらかというと緩和方針で、バイデンは規制していくということですね。はい。で、移民のところもそうですね、全く逆のことをやっていると。貿易もそうです。はい。で、対してインフラの部分ですね、インフラの部分は、まあ失礼しました、インフラの部分、インフラ投資はどちらも大型インフラ投資。それから、対中政策の方は、まあ、どちらも強硬派ということで、まあ、この部分はほぼ同じような政策を掲げております。はい。では、ここまでで、まあ、株価の見通しなんですけど、まあ、その前にですね、現状を、まあ、どうなっているのかっていうね、世論っていうのを見ていきたいと思います。まあ、これね、日経新聞のサイトをちょっとね、検索させていただいておりまして、使っていきたいと思います。で、青色の部分が、まあ、バイデン優勢という部分ですね。で、赤色の部分がトランプ優勢と、黄色の部分が激戦区ということになっております。で、現状、まあ、バイデンが抑えている部分が226、トランプが抑えているのが125ということで、まあ、残りの部分、過半数は激戦であるということですね。なので、まあ、これが激戦の部分が大部分でトランプが勝ってしまうと、まあ、トランプが勝つ可能性もありますし、現状はバイデンが有利ということになっております。はい。
ということですね。はい。では続き資料の方を見ていきたいんですけど、まあ、株価の見通しですね。株価の見通しでまずシナリオ一つ目、トランプ大統領が再選した、この場合現行のねじれ議会となりますので、まあ、現状と一緒なので現行の政策が維持され、まあ、外交とかもそうですね。なのでもう株価への影響は少ない見通しだと、まあ、今までと一緒なので、織り込み済みだということですね。はい。なのでトランプさんは基本的には、まあ、金融緩和をしたりとか減税とかで、経済第一優先みたいなところがありますので、まあ、景気持ち直しを反映してアメリカ株は、ね、緩やかに上昇するんではないかという予想をしております。はい。でシナリオ2つ目、バイデン氏が当選した場合、この場合は、まあ、議会構成次第で、変わってきますということで、2つ目のシナリオはバイデン氏が当選して上下両院で民主党が多数党の場合、まあ、この場合ですね、まあ、あのトランプ大統領による企業寄りの政策を巻き返す動きになると、いうことなんですけど、なので、まあ、今までとちょっとかなり政策は変わっていきますよと、いうことですよね。増税されたりとか規制されたりとかっていうので、まあ、米国株は調整の動き、まあ、10% から 20% 程度を予想しているということですね。まあ、必ずそうなるとは言わないんですけど、ちょっと一旦下げて押し目をつけてから上がるにしても上がっていくんじゃないかということで、まあ、このパターンの時は結構ボラティリティですね、株の変動幅が大きくなるんじゃないかなっていうのを予想しています。はい。まあ、あくまで予想なんでね、皆さん参考程度にしていただいて、各自投資判断自己責任でしていただければと思います。はい。そして3つ目のシナリオですね。バイデン氏が当選したんですけども、現行と同じねじれ議会になってしまった場合ですね。はい。この場合、まあ、多くの現行政策が継続されると。しかし、大統領権限を行使可能な規制は強化されるということなので、まあ、シナリオ2のパターンよりは、ボラティリティが小さくなると思いますが、まあ、少し調整が入るんじゃないかなと。まあ、5% から 10% 程度ということを、予想しています。はい。ということで、まあ、シナリオ 1,2,3 のパターンがあるんで、まあ、各自ねどのパターンになるのかっていうのを、まあ、選挙の、ね、行方を見ながら、まあ、楽しみにね投資の方もしていただければと思うんですけど、まあこの部分でね、まあ、トランプさんが再選してもバイデンさんが当選しても、まあ、環境関連の銘柄はまあ、手堅く上昇していくんじゃないかなというふうな見通しを立てています。はい。あとですね、過去のデータの部分もね、見て分析していきたいと思います。はい。まあ、大統領選挙があった年ですね。これもちょっとね、インターネットで検索して、まあ、ブルームバーグがね、提供するデータをもとに、アセットマネジメント1が作成した資料なんですけども、まあ、1946年から2018年の間、アメリカ株がね、選挙があった時どれぐらい、株価動いたのっていうことで、まあ、基本的に上がってるんですね。特に大統領選挙の前年っていうのは当然再選したいですから、大統領がね。なので、当然一番多く最も上がってると。ですけどその大統領選挙の年もやっぱ翌年っていうのも、まあ、手堅く上がってるんですね。なので全体的に、まあ、仮にね押し目をつけたとしても株価はやはりね、中長期で見ると、特に今、金融緩和を、まあ、異次元な、規模でやってますから、中長期で見ると、やはり上がっていくんじゃないかな、というふうに見通しています。はい。ではね、世界の株価を見ていくと、まあ、昨日ね、すごい上がってますよね、アメリカ株ね。まあ、つられて今日の日経とかも上がったりしてるんですけど、まあ、この、上昇している要因はですね、まあ、トランプさんがコロナ感染したってね、先週の金曜日、ニュース出ましたけど、まあ、元気だよみたいなね、ちょっとパフォーマンスなのかどうか分かんないですけど、まあ、そういうことによってとりあえず混乱は免れたと、いうことですよね。あとは、昨日で見たね ISM 非製造業景況指数の結果が、まあ、これ50を超えたら景気いいっていうふうに判断するんですけど、予想の 56.3 をもう上回って、まあ、かなり強い数値が出たと。もう60に近い数字が出てきたと、いうことで、特にね、この非製造業というのは製造業以外のサービス業、特にハイテク部門とかですね。なので、ナスダックとかは2%以上も上昇しているというような状況です。
はい、でね、こうやってね、ブルームバーグの記事とか見ていくと、まあ、日経新聞とかもそうなんですけど、なんだろう、まあ、トランプさんが、まあ、コロナから復活したら、まあ、選挙に有利なんじゃないか、まあ、それによって株が上がっているとか、あるいはなんかバイデン氏圧勝の可能性が株式に強くシナリオとして検討みたいなね、まあ、いろんなね、ニュースが出てくるんですけど、まあ、本当に、まあ、天気予報程度にね、このあたりは考えていただければと思います。まあ、それよりも、まあ、重視していくポイントはですね、やはりね、大統領選挙の年っていうのは、まあ、過去のデータ、うん、投資っていうのはやっぱデータ大事になってきますんで、まあ、過去のデータを見ると手堅くやっぱり上がってるということなので、まあ、仮にね、調整ですね、まあ、今ちょっと偶然ナスダックのチャート開いてるんで、ナスダックをちょっと開いていくと、仮にね、調整がね、入ったところ、まあ、冷やしチャートなんですけど、調整が入ったとしても、まあ、押し目ね、こういうふうにつけたとしても、まあ、中小期で見ると上がっていくんじゃないかな、ということですよね。なので、まあ、私のね、まあ、勉強会とかに来ていただいたら、詳しいね、投資トレードの手法とか、タイミングっていうのをまた、話したいとは思うんですけど、まあ、とりあえずね、大統領選挙の前に少しだけポジションを持ってみるっていうのもありだと思うんですよね。で、そこから、なんかポジティブな風にね、ニュースが出て上がっていけば、それはそれでいいと思いますし、その代わり資金管理が大事なんですよね。まあ、全力で投資せず、まあ、仮に押し目つけたとしても、そこでもう一回ね、入れるようにね、資金管理してもらって、押し目つけたとしても、やっぱ中長期で見ると、こういう風にね、上がっていくっていう風に、まあ、私個人的には、見通していますので、まあ、それをね、やっぱ、コロナショックみたいなことがありましたから、まあ、ちょっとね、中長期的な目線で、考えて投資していただければと思います。はい。で、今回の動画は以上にしたいと思うんですけど、まあ、実際ね、どのように投資していけば、良いのかわからない方もいらっしゃると思いますので、そういう方に向けて無料の、資産運用のオンライン勉強会もやっておりますので、動画説明欄の方をご確認していただければと思います。はい。あとですね、投資したくても種銭が作れない、そういった方もいらっしゃると思いますので、サブスクリプションでね、種銭を作っていく、まあ、そういうね、勉強会の方も無料でやっておりますので、よろしければ、動画説明欄をご確認ください。あと、私の YouTube チャンネルをご視聴の皆様に、長期投資の教材と、ビジネスで自動収入を作っていく動画もプレゼントしておりますので、こちらも説明欄の方をご確認ください。以上で今回の動画を終わらせていただきます。よかったと思われた方は、高評価ボタンとチャンネル登録もお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。